はい、お久しぶりです。今回ですね、タイトル通り締め散歩パリ編ということで、パリにやってきてます。じゃじゃん。なんとですね、ソーセージウォークって言って、ダックスフンドのオーナーさんが集まって一緒にお散歩しましょうっていう、あの企画に参加するためにパリまで来てます。その模様なんかをね、お届けしつつ、あとね、ちょっとパリの風景なんかもずっと雨が続いてたんですけど、今日晴れてるんで、まあ、一緒にお届けできたらなというふうに思ってます。というわけで行ってみましょう。フェルトめがけて歩くで、すごい雨降るよ。すごい雨降ってたけど晴れて前でエフェル塔乗ってるな。しめじはあ、なんかいるよいる、ほらほら、あそこに、あ、かわいい、映ってるかな、あそこに続々と揃ってるみたい。よし行きましょう。ちょっとしめじがどんな反応するかも楽しみ。結構わちゃわちゃしてるんで、このしめじボーイはいっぱい来たよ。おお。やっぱりわちゃわちゃしてるな、うちの子は。なんかグッズが買えるみたいです。Merci beaucoup. Tenez. Bonne journée, bonne journée. Merci beaucoup. Oh. Good, good. Nice, nice, nice.いっぱいいるね。なんかリボンもらったみたいな。もらったっていうか、あ、買ったよね。買ったやつにこうやってリボンが入ってて、おこれを、まあ、うちらが腕輪につけるか、この子つけようか。あ、この子の首ですか。みんなつけてるね。おお、はい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 、はい、つけてもらって。あのダックスフンドって毛の種類がね、3種類あって、いわゆるダックスフンドってあの毛が短いやつが元々のその原種っていうか、で、あの品種改良で、あのうちのねしめじみたいに毛が長い子と、あとねワイヤーヘアって多分ね日本だとあんまり見かけないと思うんですけど、あのこっちはすごいね、ヨーロッパにいっぱいいて、あのこの子みたいなね。あ、今向こう行っちゃいましたけど、ちょっとね、あ、ここにいたいた、うん、この犬種はワイヤーのね子なんですよ。これも結構可愛いね。はい、セリュー。まあという感じでいっぱいね、あの大きさもバラバラで、大きいのから小さいのまで、まあとにかくいっぱいいます。見た感じもう、もしかしたら1000匹ぐらいいるのかもしれないですけど、あとねダックスの特徴としてね、もうとにかく吠えるっていうのがあるんですけど、普段は吠えないよね。やっぱ見てるとうちの子だけじゃないですね、すごい吠えてるんで、やっぱダックスフンドだなって感じで。テレビも来てますね。いやー、どんどん集まってきてますね。あ、そうだ、なんか辻ひとらゆさんも
ダックスフンド飼ってるということで。そうそうそう。去年はいてはったからな、うん。会えるかなって。ああ、しめじみたいなダップルがいる。おお。ああ、可愛いねこの子。なんだろうな。いやまだ一歩も歩いてないですけど、お腹いっぱいになるぐらい。あと2分で。出したんだ。出したんだ。いやよく吠えるわやっぱりダックスフンドは。どんどんどんこっち側からね人がすごい集まってきて、わあすごいですよ本当に。ジュネーブから来てる人いるかね。いないじゃない。何か何かお友達でできればねいいんですけど、もう背が低いからねカメラをねこの位置に下げないとね撮れない。はいはい。Les gens d'après l'organisation et les produits qui ont été mis en place.抱っこしたら大変なこと。でも光栄やね、このこんなに汚れた。あらららら、みんな見て、みんなほら、もうみんな見て。ああ、お前もうドロドロになっちゃって。とりあえず人がすごい多いんで先頭の方に向かおうと思います。ちょっとずつ行くよ、どんどん行くよ。あ、始まるか。これは主催者のスピーチが始まるのかな。はい、始まります。ソーセージボックススタートです。この先にあるね、オルセー美術館の方にみんなで大行進していくことになります。はい、レッツゴー。こんなに人が集まると思わなかった。もう一応更新はこれで終わったのかな。そう、うん、今ここはこれオルセーのこの美術館の前で。これがオルセーね。あー気づかなかった。オルセー前でこれでみんなでこれから集合写真撮る。
なるほど。上から飛んじゃない。じゃないともう無理やん。みんなライオンキングみたいにこうやって掲げるんじゃない。いや僕たちは割と先頭の方にいたんですけど、多分後方の方はまだね到着しないと思うんで、到着次第集合写真。途中でこれ何なんですかって聞かれた。ね、普通に朝散歩してる人もいっぱいいるからね、ランニングしてる人とかいろんな犬種もいたし、なんかもう本当にいい思い出になったね。これは、ちみちゃん頑張ったね。頑張ってかね、ちみちゃん楽しかったでしょ。楽しかったでしょ、うん、意外にしめじ泣いてへんかったね、おとなしくしてた。みんななんか可愛いな。ツェッケルが一番です。ツェッケル、フランス語で疲れて遠慮してるやん、もう手に力入ってへんやん。ご飯食べてへんもん、あんた食べなかった。朝ごはん食べよね。しめちゃんお友達できた。なんか舐めてるけど舐めへんね。しめ、ノー。なんか改めて見るとすごい光景ですね。全部ダックスフンドなんだよ。あ、写真かな？なんか集まれって言ってる。写真撮影です。はい。初めてのしめじくんのソーセージウォーク大成功です。スイスでも主催しますか？スイスやりたいね。スイスでやりますか？しめちゃんお疲れ様でした。はい。はい、あちゃんお疲れ様でした。ご飯食べよね。うん。じゃあご飯食べましょう。またね。またね。はい、成功でした。